ベレニケ二世、ベレニケ二世、ベレニケ二世は、古代エジプト、プトレマイオス朝のファラオ、女王。キュレネオメガスと、シリア王アンティオコス一世の娘アパメ二世の娘。プトレマイオス三世エウエルゲテスの妻であり、プトレマイオス朝第三代の支配者。プトレマイオス四世フィロパトル、アルシノエ三世らの母。聖座、髪の毛座の伝説で有名な女性である。 紀元前250年、または紀元前249年頃、マケドニアの王子デメトリオスと結婚したが、すぐに、フオーメガスが没し夫がキュレネ王となった。しかし、夫がキュレネに来て間もなくベレニケの母アパメイ二世と愛人関係になったため、怒ったベレニケは夫を母の寝室で殺害した。彼女とデメトリオスとの間に子供はなかった。 その後、エジプトのプトレマイオス3世エウエルウゲテスと再婚し、彼らの間にはプトレマイオス4世、フィロパトル、メガスリュシマコス、アレクサンドロス、アルシノエ3世、ベレニケが生まれた。ベレニケ2世は、紀元前245年から紀元前241年のネメア競技祭や、時期は不明ではあるが、オリンピア祭に参加したと言われている。夫の遠征中に、 古文団と共に内政を管理するなど優れた手腕を発揮した。プトレマイオス長は前世時代を迎えたが、彼女の貢献度は非常に高かったと言える。紀元前221年、夫の死後すぐ、息子プトレマイオス4世や帝神たちの陰謀により殺害された。夫のシリア遠征に際し、髪の毛座の逸話を残している。ベレニケ2世は、 夫が無事に戻ったならば、美しく、かつ美しいゆえに有名であった自分の髪を、女神アプロディテに捧げると誓った。夫が戻ると、王妃は髪を切り、女神の神殿に備えた。翌朝までに、髪の毛は消えていた。王と王妃は、大変に怒り、神官たちは死刑を覚悟した。この時、宮廷天文学者コノンは、神は、王妃の行いが大変に気に入り、 かつ、髪が美しいので大変に喜び、空に上げて星座にした、と、王と王妃に告げ、獅子座の王の部分を指し示した。王と王妃は満足し、コノンのこのとっさの知恵により、神官たちの命は救われたという。この逸話にちなんで、現在この領域は髪の毛座とされている。ヘスペリデスという町は彼女によって再発見され、彼女にちなみ、 ベレニケと改名された。1907年に発見された、小惑星ベレニケもまた、ベレニケ2世にちなんで命名されたものである。コラムスポーツのエクセレンス第71話復興された、もう一つの古代競技祭。一般社団法人日本トップリーグ連携機構。2015年6月22日閲覧。ありがとうございます。